まさか天族と旅することになるなんてね。まあよろしく頼むよ。うわあ、よろしくはいいけど声だけとか怖いんだってば。まさかこんな怖がりと旅することになるなんてね。デゼルもよろしく。なんか緊張感出てきた。冒険っぽいな。違うと思うけど。バカな。町だ。ここってもうローランス？そう、ラストンベル。有名ですわよね、商人と職人が集まる町として。そうそう、意外に物知って、頭の中に話しかけるの禁止だって。すみません。Thank you.
ジンドラン、そうだ、アイハット噛み尽くす、あれを受け、アベンジャーバイト、アッカー、そうだ、キリュウ、リニー、まだいるぞ、果てろ、これは、国の際、これから君だ、ダンベステロ、うだれ、エリュー、ダンベステロ、エリュー、ちなみにどうなん、スレイは、まだまだ未熟ですが、育てがいは、見ろよ、ミクリオ、でっかい切り株だ。うん、年輪からすると樹齢1000年は超えてるね。数えたのか、暇だな。目測でわかるだろ。20年の幅を目安にして半径が50倍あれば1000年だ。お、やけに年輪が詰まってる場所があるぞ。本当だ、なぜだろう。気候が冷え込んだか、日差しが弱かった時代があったんだろう。そうか、それで木が成長できなくて年輪が狭まった。だいたい1000年くらい前か。木も歴史を記録してるんだな。しかしよく気づいたね。ちょっと考えれば分かることだ。列に並び待て。従わぬ者は処罰する。勘弁してくれよ、時間がないってのに。何の件も？軍のに決まってるだろう。本格的な対戦になるかもしれないんだからな。兄ちゃんは引っかかるかもな。え、なんで？後ろ、騒がしいぞ。すみません。同志が出たって噂あったろ。あった、ハイランドでしょ。それがな、ローランスにもいるらしいんだ。へえ、ローランスにも。ローランス帝国は同志をよく思ってない。ああ、騎士団は戦力と見て警戒してるし、教会は異端者として取り締まろうとしてる。おまけにこの町じゃなんか不可解な事件が起こってるらしくて。次！おっと、俺の番だ。そういうわけだからせいぜい気をつけな。大丈夫かな、不安になってきた。素性は隠した方がいいみたいだけど、スレイに嘘をつけっていうのは。ニワトリさんにゆで卵を産めっていうようなものですわよね。どういなら逃げる準備をしておくんだな。通行証も持ってるし任せとけって。だからしばらく頭の中で喋らない、わかった？面倒を起こさなければな。いいの？ほら、喋んな。次！僕も制約をすればライラみたいな力を得られるのかな。やめておきなさい。制約は特別すぎる力よ。そんなものに頼らなくても力を磨き上げれば
自分だけの術は身につくわ。エドナは持ってるのか、そういう術。当たり前でしょ。どんなのだ、見せてくれないか。大胆なことを言うのね。大人の階段を登る気満々じゃない。変な言い方はやめろ。そんなに見たい？どうしてもってお願いするなら特別に見せてあげてもいいけど。いい。せっかくのチャンスを棒に振るにくりよ。略してボミね。力を磨き上げるか。自分はローランス帝国白王騎士団団長セルゲイ・ストレイカである。帝国の安寧に資する検問への諸君の協力に忠臣より謝意を表すものである。何こいつ、堅苦し病、厚苦し病。はい、招待ギルド発行の通行証。ここに来た目的は手形の回収ね。赤霊の羽か、手際がいい。期限が迫ってるから気が気じゃなくて。取引先は大通りにある酒屋の。おお、モリス・シローか。あそこは手広く商いをしているようだな。うちもいろいろお世話になってます。他には何か？ない。検問への協力痛み入る。お疲れ様です。次はそちらの男だ。妙な身なりだが護衛か。女の一人旅は物騒なんで。なぜ護衛が儀礼剣を下げているのだ。スレイの剣が儀礼剣って、重心の差を見切ったのか。ただのバカじゃなさそうだな。また、あれ、もちろん理由があって。そちらの男に聞いている。やば、私の言う通り。ご不審はごもっとも、実は私はとある地方領主の御曹司なのだす。なのです。ん、ロゼ。そう、お坊ちゃんなんです、うちの亭主。そんな設定？フォークより重いものを持ったことがない箱入り息子がひょんなことから旅商人と恋に落ち、燃え上がる情熱のままに全てを捨て駆け落ちしたのが1年前。そうだったんだ。妻にも秘密のこの事実、世間に出て無力な若造と思い知りましたが、それでも妻を守るのが夫の務めと思い詰め、見せかけの儀礼剣を下げて周囲に強がって見せているのです。悲しい男の意地とお笑いください。ごめん。結構頑張ってるよ、ドンマイ。おお、妻よ、その一言で俺は生きていけるだろう。愛という名の種さえあれば、どんな荒れ野にも花は咲くだろう。強く生きるのだぞ。次。よくわからないけど通れちゃったね。みんなのおかげだ。相手が良かったとしか言いようがないけど。結果オーライだね。案外お役に立ちますでしょ、見えないというのも。そうだね、喋んななんて言ってごめん。じゃあもう頭の中で話しても。それは別。怖いしキモい、
キモいはひどいですわ。焦らず行こうよライラ。さてスレ、僕らは焦ってペンドラゴへ向かうのかな。この街はいろいろ面白そうだろ。そうだから、せっかくだし探検していこうと言いたい。超言いたい。なんか面白そう。坊やばっかりだから気が合うんですよ、きっと私たちとも。天族人間周囲に何かありそうだぞ。私のマナってどういう意味？ああ、ロゼはロゼって意味。ロゼはロゼ、なんか手抜きっぽくない？そう？パッと思いついたんだけど、結構合ってない？あの時は緊急事態でしたから。アリーシャ姫も獣士だったんだよね。なんてマナつけたの？マオクスアメッカ、意味は笑顔のアリーシャだ。わかった、手抜きじゃなくて悲劇ですね。え、なんで？私の笑顔だってなかなかのもんなのに。じゃ、ロゼ雰囲気怖いよ。ロゼさん、スレイさんは素でこういう方なので。わかってる、スレイこそスレイはスレイだよね。石碑か。ラディッシュベルね、小ぶりだけど中は甘くてホクホクだよ。バターが合いそうですね。さっくり揚げて塩でいただいてもいいですわね。言っておくが、その芋毒があるぞ。そうなんですか。あ、だっけ。大量に食べれば死ぬレベルでも。けど火を通せば問題ないっしょ。終わりだ、丸ごと焼いたら毒性が強まる。そうだ、目を取ればいいんだった。皮もだ。ラディッシュベルの毒は目と皮にある。皮を丁寧に剥いて目を取り除けばあとは大丈夫。ちょ、ライダー、なんでデゼルによる？なんでと言われましても。
お前が大雑把すぎるからだ。シールが売られてるって。ああ、ハイランドとローランスの貴族の間でエリクシールが流行ってるんだと。けどあれは普通に出回るもんじゃない。教会が管理してるはずだろう。その教会のお墨付きで売られてるって話だぜ。結構な効き目でな。長寿の妙薬ってもっぱらの評判だ。すごいじゃねえか。もっとすごいのは値段でな。金持ち貴族しか手が出せない代物だってよ。結局そんなオチかよ。教会がエリクシールを売りさばいてる。なんだか奇妙な話だな。しかしよろしくありませんな。こんなご時世にひるむから。まあまあ司祭様、例の件のお礼でございますから。しかしフォートン数奇鬼をはじめお偉方は何かと厳しいお方ぞろいゆえ。わかっております。教会への献金はこれからも十分に。あそこがこの町の聖堂のようですわね。覗いてみよう。
古代語の匂いがする。見るんじゃなかったの？聖堂。事件か。物騒だな、ローランスの町も。ロゼ、具合でも悪いのですか？フォエスメイマ、ルズドーシブレレイ、ハクディムユーバ、ルビーユークム。フォエスメイマ、ルズドーシブレレイ、ハクディムユーバ、ルビーユークム。じゃ、いきなり何？それこっちのセリフ。ライラと契約した時、3秒で覚えろって超早口で叩き込まれたんだよ。おかげで頭から消えないし。あの時は緊急だったもので、つい時々強引だからね、ライラって。お化けとは別の意味で怖い。長老、機械仕掛けなのか。そう、ラストンベルの名物。歯車がバーって動いてね、鐘の音が音楽に聞こえるんだよ。それは聞いてみたいですわね。さすが職人の町、すごい技術だな。あ、今日もそっち動力はどうなってるんだろう。さあ、なんだろう。水を汲み上げる動力、おそらく地下水脈の流れを利用している。地下水脈？本当？そんな風に見えないけど。牢城用に隠してある。ここは砦として作られた場所だから。それで城壁に囲まれてるのか。この鐘楼も元は呪し台だ。そんな過去が面白いな。まったく男どもは注目するとこ違いすぎ。でも面白いですわよね。まあね。